こんにちはシュタインバッハ大学の石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。オバマの参謀が駐日大使に。駐日大使がやっとバイデン大統領から指名されると報じられています。指名されると言われているのは、前シカゴ市長のラーム・エマニュエル。なんとオバマの参謀と言われている男です。 しかも、このラーム・エマニュエル氏、アメリカ国内ではすこぶる評判が悪い方のようです。時事通信2021年5月16日、駐日米大使に前シカゴ市長指名へ。A 氏フィナンシャル・タイムズは11日、バイデン米大統領が空席の続く駐日大使にラーム・エマニュエル前シカゴ市長を指名すると報じた。The Nation 「ザ・ネイション」は19世紀1865年の創刊。日本で言えば江戸時代末期の創刊で、アメリカで最も古い週刊誌と言われるメディアです。「ザ・ネイション」の記事です。「ザ・ネイション」2021年3月23日。見出し。アンバサダー・ラーム・エマニュエルノーノーアサウザン・タイムスノーラーム・エマニュエル大使だって ダメだ、ダメだ。1000回繰り返して言う。ダメだ。すごい見出しですね。小見出しを見てみます。彼のシカゴ市長の履歴を見れば、大使の資格はない。ネオリベラルな貿易政策。つまり、グローバリズムということですね。ネオリベラルな貿易政策を堅くなに衝動してきた彼の履歴は、労働者と人権を害してきた。 アメリカの非営利通信社 Truth Out2021 年5月12日 War Manga Rahm Emanuel is an Abysmal Choice for US AmbassadorWar Manga という言葉はお金儲けのためなら戦争でも商売にするというような人のことです Abysmal というのは深い海底の底これ以上下はないというような意味です 金儲けのためなら何でもやるラーム・エマニュエルは帝国大使として最悪の選択。こちらもすごい見出しですね。そしてこちらはシカゴサンタイムズ。シカゴの地元紙です。2021年5月13日。シカゴの嫌われ者は日本で復活か。シカゴでまじないをかけて、ラーム・エマニュエルは今、駐日大使のお声がかかる。 地元ででもすすごい見出しですねなぜか写真に吉村大阪府知事と並んだ写真が使われていますが大阪府とシカゴは姉妹都市の関係のようですねザ・ネイションラーム・エマニュエルは1990年代にビル・クリントンのネオ・リベラルの推進役を務めて以来民主党の大統領政権でずっと働いてきましたそして今はバイデン政権に参加したいと考えているようです エマニュエルは当初おそらく運輸長官または米国通商代表に任命されるのではないかと言われてきましたしかしエマニュエルの潜在的な指名に対する激しい反対が全国的に巻き起こり特にシカゴ市長としてスキャンダルに悩まされた8年間を務めた後には任命の動きは起こりませんでしたそして今彼は主要な外交ポストを釣りに行っています クリントン政権とオバマ政権の補佐役をしてきたラーム・エマニュエルに、北京駐在大使または駐日大使をご褒美としてバイデンが差し上げるという話が出ています。ザネーションそれは非常に悪い選択になるでしょう。労働組合、環境団体、 人権団体がコロナウイルスのパンデミックがもたらす圧倒的な課題とそこから拡大した経済不況にあえぎながらも国際的な連帯の必要性を強調してきた時点でエマニュエルは米国や世界中の国々の労働者や地域社会に損害を与え失敗した自由貿易政策の支持者であり続けているのです。 パブリックシチズングローバルトレードウォッチのディレクター、ロリ・ワラッチが、波外れた企業殺しと表現するウォールイフィクサーを中国と米国の貿易政策に再び影響を与えることができる立場に置くということは、日本やその他の国々にとって人権、労働者の権利、環境の正義に壊滅的な悪影響を及ぼすでしょう。The Nation シカゴ市長時代のスキャンダルシカゴ市長としてのエマニュエルのはずべき行動は消したり無視したりすることはできません民主党の指導部がほとんどのアメリカ人と協力して黒人の命が重要であると主張しているとき黒人の命は重要ではないというような態度を象徴する誰かを大使に昇格させるのは悲劇でしょう2011年に シカゴ市長に選出された後エマニュエルは黒人地区にある49の公立学校の閉鎖を含むスキャンダラスな姿勢を行いました彼が再選キャンペーンに直面した時にアフリカ系アメリカ人の10代の青年ラクワン・マクドナルドがシカゴの警察官によって16発も撃たれて死亡する事件が起きました その恐ろしい事件を記録した市警察パトカーのダッシュボードのビデオをエマニュエル市長は隠蔽し続けました裁判官が市にビデオの公開を命じた直後エマニュエル市長はビデオを見たことがないと言い訳しましたがエマニュエルの言葉を信じたシカゴ市民はたったの17%しかいませんでした ほとんどの市民はエマニュエルが市長を辞任することを望んでいました。アメリカの製造業を壊滅させた企業のグローバリゼーション契約の推進者を北京や東京に派遣することは米国、中国、日本の困窮した労働者たちにとって全く意味がありません。クリントン政権の北米自由貿易協定 関関税と貿易に関する一般協定の承認米国の世界貿易機関への加盟そして中国との貿易体制の開始の戦略化であったのがエマニュエルでした The 2018年に東京を訪れた時エマニュエルは「世界中の友人との開かれた貿易を信じている」と宣言したグローバリゼーション推進の運動家。 として説明されました。ウォール街に所属する民主党員と共和党員が共有した。その信念で問題だったのは、それが米国の製造業の多様性を著しく損なうということでした。昨年、二千二十年に発行された。エコノミック・ポリシー・インスティチュートのレポートによると、一九百九十七年以降、米国が九万一千を超える製造工場と。 500万人近くの製造業の雇用を失い、業界全体で国内生産が停滞し、生産を中国などの海外に移してしまっています。記事を読んでくると、ウォーマンガーと呼ばれている通り、自分の金儲けのためなら弱者はどうなっても良いと思っているのではないかというような印象さえ受けますね。それにしても こんな人を駐日大使に指名するなんて、バイデン大統領は一体何を考えているのでしょうか。それともバイデンはオバマに言われた通りにやっているだけなのでしょうか。今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。